こと五十嵐美希です。今日のテーマは光です。今日も頑張ろう。それではレッツサイエンス。まずは光がどのように進むか見てみよう。レーザーポインターのスイッチを入れるよ。スイッチオン。どうかな。まっすぐ進んでるね。光はまっすぐ進んだよね。これを光の直進というよ。それではここで問題。私が持っているじゃん、この鏡に光を当てるとどうなるでしょうか。1番、光は鏡を通り抜けて進む。2番、光は鏡に跳ね返される。3番、光を当てた瞬間に鏡がバーン。どれかな。3、2、1。ということで正解は2番、光は鏡に跳ね返されるでした。こんな風に光が物に当たった時に表面で跳ね返ることを光の反射と言います。じゃあこの光をたくさん集めていくとどうなるかな。この鏡で反射させてたくさん集めてみよう。1枚の時よりも2枚の時の方が明るくなったよね。それではここで問題です。鏡を増やした時に暖かさはどうなるでしょう。1番、1枚の方が暖かい。2番、2枚の方が暖かい。3番、変わらない。4番、爆発する。3、2、1。で正解は2番の2枚の方があったかいでした。光はたくさん集まるほど明るくあったかくなるんだね。それを利用してじゃん、こんなのもあるよ。さあこれなんだろう。もう眩しい。すごい眩しい。えい。ということでここの銀色のところに光を反射させて、ここでお料理や飲み物を温めることもできるよ。いただきます。うん、ちょっとぬるいかな。この動画がためになったよという人はグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。それじゃあまたね。バイバーイ。3番、光を当てたと3番